組曲、森の鼓動は、丸本太五作曲のマンドリンオーケストラ曲。本記事では、二重相版である、森の鼓動から魂の帰る場所マンドリン、または、バイオリンとマンドラのためのについても説明する。全曲単独で初演された。開始音二度下行二度上行、開始音四度上行四度上行の主な二つの、モチーフが全曲を通して用いられている。 森の鼓動第一組曲という表記も見られる。2003年5月4日に開催された東北大学、名古屋大学マンドリンジョイントコンサート2003の合同ステージのために作曲された。初演指揮者は井上康信。森の鼓動という曲名は当時演奏した大学生らの公募により名付けられた。初演時には、欅の風景という副題はついておらず。 後に作曲者自身によって加えられた。この副題は、ケヤキ並木で知られる、初演の期仙台にちなんだものである。2003年9月21日に開催された、ラフェブレレゴラ第1回定期演奏会にて初演された。初演は、フルートなしの編成で演奏された。他の楽章と同様に編成の違う番が、複数存在するが、魂の帰る場所には少人数で、 演奏可能なアンサンブル版がある。ディビジーがなく1パート1人で演奏できる。中間部は20奏版をリアレンジしたものとなっている。2003年11月29日に仙台市民会館で開催された東北大学学友会マンドリン学部第38回定期演奏会にて、初演された。欅の風景を初演した同クラブのメンバーの懇願により移植された。 作曲者と音楽家、井上康信が、欅の風景の、初演日に訪れた、仙台の夜のイメージと初演後の高まる感動が音に、込められている。2004年8月28日に開催された、アルテ・マンデレニスティーカ、北海道公演にて3曲が初めて、組曲として演奏された。編成は、以下の通りである。この演奏会で使用された楽譜は、 初演時のものを改訂したものである。編成の違いの他に、各パートの2ソリーブをはじめとした旋律の違いなども、複数見られる。森の鼓動の3曲はその後も様々な団体によって、演奏され、編成や、旋律の違う多くの改訂版が生まれた。2006年6月13日に開催された、マンドリンオーケストラコンコルディア第34回定期演奏会にて、演奏された。 改訂版を最後に、組曲、森の鼓動には手を加えないことを作曲者が、明言している。その改訂版の編成は、以下の通りである。2009年3月20日にメルパルクホールで、開催された、慶応義塾高等学校、女子高等学校マンドリンクラブ第50回定期演奏会にて、森の鼓動欅の風景打楽器加筆版が、上演された。末広賢治作曲。 2013年9月21日、墨田トリフォニーホール大ホールで行われた、アルテ・マンデレニスティカ・アルテ東京特別公演、丸本大悟作品集2のアンコールにて初演。丸本大悟作曲の、組曲、森の鼓動、交際のモチーフを用いて作曲され、丸本大悟への応援の気持ちが込められている。森の鼓動第2番、森の鼓動第2組曲という表記も見られる。 2010年3月20日にザ・シンフォニー・ホールで開催されたアルテ・マンデレ・ニスティカ大阪公演20103人の作曲家たち3に似て森の鼓動4桜の風景マイナスというタイトルで初演された。初演はフルートなしの編成であったが後にフルート化出版も発表された。ケヤの風景のメインテーマを表面上に反転させた主題が用いられている。 九州大学100周年記念コンサートで組曲、森の鼓動第2番としてまとめられた、イの第一楽章の曲名は、1、そして桜は散りゆくであった。2010年11月27日に開催された、関西大学マンドリンクラブ第50回定期演奏会を、記念して移植され、森の鼓動2に、ある雪の日の記憶というタイトルで初演。フルート、 クラリネットを伴う編成での演奏であった。九州大学100周年記念コンサートで組曲、森の鼓動第2番としてまとめられた、際の第2楽章の曲名は、に、杉西季節と新しき命であった。2018年9月8日に行われた、アルテ・マンデレニスティカと、アルテ東京による、特別公演、アルテ島末広賢治、丸本大吾作品集では、 クラリネットパートをフルートにアレンジして演奏された。2011年10月21日に、長岡京記念文化会館で開催された、龍谷大学学友会学術文化局、マンドリンオーケストラ第43回定期演奏会にて、森の鼓動大に組曲第3楽章をより、抜粋という形で初演された。2020年8月現在、未完の曲となっている。 2012年5月26日、アクロス福岡シンフォニーホール、九州大学創立100周年記念コンサートにて、組曲、森の鼓動第2番が、九州大学マンドリンクラブによって演奏された。桜の風景、ある雪の日の記憶の2曲を組曲としてまとめた、九州大学創立100周年記念版の初演という、形をとった。編成は、以下の通りである。 九州大学創立100周年記念版は、新たな旋律が追加されるなどの改定も行われている。森の鼓動魂の帰る場所の二重奏版。マンドリンとマンドラテノールの二重奏、または、バイオリンとマンドラテノールの二重奏を、想定して書かれている。マンドラテノールが滑走アルペジオ奏法や、ハーモニクス奏法を用いる箇所がある。ありがとうございます。